東京オリンピックがね、中止なんだろうというふうに私は思ってますけどもね、これはね、もう不安が確信に変わってもしばらく経つんですけども、皆さんどうですかね、東京オリンピックってあると思いますかね。これ、ギリギリまで引っ張って、スポンサーさんの売り上げを少しでも担保すると思う、そういうふうな、ね、配慮というかね、そういうふうな、ね、利権が絡んでいると思いますけども、ここにきてね、森吉田会長がものすごく、ね、批判を浴びてるということでございます。タイトル、森会長と改め、五輪暗雲で IOC が非常に誤発展ということでございます。こうしたの記事ですけども、まあ、森さんというのはね、その麻生財務大臣並みに発言が多いんですよ。これ、元総理としてはそうだったんですけども、よくこんな人がね、人の心を捉えて、総理の座についたなと思いますけども、まあ、日本の総理大臣というのはそういうところが結構あるんじゃないかなと思ってね。喋りすぎて失敗すると、黙りすぎて失敗すると、ちょうどいい感じの人がなかなかいないってことになるかもしれませんけどね。記事はこうなってます。非常法への不満がついに海外でも爆発、新型コロナウイルスの感染爆発で、この夏の東京五輪開催が近年に変わる中、大会組織委員会の森会長、83歳でも、ね、仕事しなくていいですよ、ね、こんな感じになってて。だから、ね、あれって古い感じなんですよね、きっと。国際オリンピック委員会 IOC は、初めてした、海外の五輪関係者から、もう食べられるなんていかれるかっていう、一体どういう人なのかっていうんですけども、ね、まあ、森会長はね、喋っていければないんで、この人がマイクを持ったりとか、この人にカメラを見てたらダメですよね。だから名前だけどっかに掲載しておいて、こっそりどっかでね、見せてもらっていいのもいいんじゃないかなと思います。ちなみに、五輪中止パロディ T シャツが LINE っていうことはね、こうクリックしてみますと、こんな珍しいですよね。珍しい、珍しいって感じですね。なんかやりな感じでございます。まあ、でも、中止決まってますよね。やりますよ。ロシアは完全に参加を否定したらしいです。ロシアは来ないですね。大変ですからね。で、森会長の出現は、国内でも広く知られるところ、フィギュアスケートの国民的ヒロイン、浅田真央の2024年女子五輪の演技について、大事な部分は必ず転ぶと出現して確認されたと。本当ですよ。ひどい人ですね。これ何様の子なんですかね。この時はさすがに反省のコメントを残したが、持病が治ったわけではないということでね、私はマスクしながら頑張るみたいな発言もありましたね、確かにね。で、森会長はね、年頭の挨拶にこんなことも言ってるんですよ。最近は私の悪口ばっかり。首相の菅さん、以上だ。森内閣でもこんなひどくなかった。というふうにね、自虐的に話したんですけども、まあ、結局ね、冗談では済まされないような発言が多いんで、まさに、ニュースビーチをしない、まあ、ピーチもしないと思いますけども、日本国民